六放化、ランタン熱陰極六放化、ランタン陰極六放化ランタンは、ランタンの放火物である、無機化合物。融点が、摂氏2210度の耐火セラミックス材料であり、水と塩酸に不要である。仕事関数が低く、知られている中で最大の電子放射率の一つであり、真空中で安定である。科学両論的な資料は濃い紫色であり、 酵素が多い資料は青色である。イオン衝撃により色は紫色からエメラルドグリーンに変わる。主な用途は単結晶としてもしくは物理基礎成長により堆積されたコーティングとしての熱陰極である。六方化ランタンや六方化セリウムなどの六、方化け物は約2.5エブと低い仕事関数を持つ。また陰極中毒に対していくらか耐性を持つ。 六方化、セリウム陰極は 1700K で六方化ランタンよりも蒸発速度が遅いが 1850K 以上の温度では等しくなる。六方化、セリウム陰極は炭素線に対する耐性が高いため六方化ランタンの寿命の1.5倍の寿命を持つ。六方化物の陰極はタングステイ陰極よりも約10倍明るく寿命が10から15倍長くなる。 六方化物の陰極が使われるデバイスと技術には、電子顕微鏡、マイクロ波間、電子リソグラフィー、電子ビーム溶接、X 線管、自由電子レーザーがある。六方化ランタンは熱した陰極から、ゆっくりと蒸発し、ウェネルと円筒と開口部に堆積物を形成する。X 線粉末解説の大きさ、歪み基準として使われ、機器の解説ピークの広がりを構成する。 0.45系という比較的低い点位温度を持つ超伝導体でもある。ありがとうございます。